いや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 、ついに来てしまいましたね。どうも皆さん、こんにちは、ミサです。本日はですね、こちらアップデートの方がありまして、これからのグランブルーファンタジー、今月の初めの方に言われたこれからのグランブルーファンタジーで告知されてたいいアップデート、リサイクル機能の方がついに実装されました。まあ古戦場が終わってね、まあ僕もそうなんだけど、プレゼントボックスめちゃくちゃこう整頓しなきゃって感じになってないですか。8446個あるんですけれども、でこちらの方がすごい整頓しやすくなる神機能だろうっていう風に思ったんですけれども、実際に使ったことないので、今回は実際に使っていきたいと思っている所存でございます。でリサイクル機能っていうのがどんな機能なのかっていうと、こちらリサイクル機能で余剰となった所持装備を使用し、まあ例えば今のプレゼントボックス8000個とかのやつね、武器はアオルリ？ヘキルリの杯、召喚石はヒルリの杯という育成アイテムに経験値を付与していき、それぞれのアイテムで経験値がまあ規定まで貯まることで育成アイテムを作成することができますと。例えばハロウィンのハロウィンクッキー作成機みたいな、ハロウィンクッキーがポコポコ生まれてくるよみたいな感じですね。育成アイテム、その作成されたアイテムは装備の強化素材として使用でき、貯めた経験値3万を強化対象の装備に付与できます。また作成した育成アイテムを装備の強化素材として使用した際には、奇跡の雫の効果や各種キャンペーンの対象となり、武器や召喚石を使った強化と同様の確率で大成功が発生いたしますと。まあ、つまりあれですよね、他のやつと違ってここら辺のハロウィンマカロンとかそういう系のアイテムって大成功しないわけですよ。まあ、大成功したらこれね、ラジエルの食金がめちゃくちゃすごいから、まあそんな都合よくはいかないんだけど、その都合よくいくのがこちらのリサイクル機能っていうことですね。なんかクラブルめっちゃ重くねえか。で、倉庫内装備のリサイクルについては後日実装予定と。で、リサイクル機能導入に伴いリストページとかをレイアウト変更しましたっていう風な感じになってるんですね。じゃあ実際にこちらの杯の方を使ってみましょうか。プレゼントボックスからいけるのかな？リストからはいけないらしいけど、ナウローディングしてからの期限あり、いきます。下の方。あれ？あ、ないんだ。ここにはないんだ。じゃあリストから。あ、あったあったあった、リストから。リサイクル状況。これでリサイクルかっていうのをパチリンコ押して、これグラブル、どちゃくそおめえ。これ俺だけなのかな？で、決定してしようと。決定して使用するの？同時に20個まで選択できます。ちょっとこれはオート選択機能がないと厳しいかもしれないですね。まあ試しにちょっとこう、バッチリ突っ込んでみますか。これで20個を突っ込んでと。これ大成功するのかな？ここに大成功はないですね。ここでリサイクルされる経験値は9600と。ってことは普通な感じだね。その武器の特殊ボーナスみたいなのはないのかな？ちょっとやってみようか。9600だから。はい、これで、精錬完了まではもうちょっとっていうような感じになってるな。ちょっと全武器入れてみる。これ得意武器とかあるかもしれん。はい。で、大体の武器賞ボコボコって突っ込んでもリサイクルされる経験値は、まあ、20×、まあ、500。これ1個500経験値なんですよね。1個500経験値で得意武器に食わせた場合は750経験値もらえるんだけど、まあ、得意武器じゃない500経験値っていうのがリサイクルされますよと。まあ、得意武器とかはさすがにないっていうような感じだね。これ俺卑怯なんだけどさ、ウェポンミラージュ食わせたらどうなんだろうね。ちょっと気にならん？ウェポンミラージュ食わせたらさ、どうなるのか。あれ？ウェポンミラージュなくない？これ、あ、これ、ウェポンミラージュは表示されねえわ。今、ウェポンミラージュ受け取ってさ、ここのリストにウェポンミラージュあるんですよ、間違いなく。でも、強化できない。ってことは、杯でウェポンミラージュは強化できないんだ。へぇー。これちょっと入れてみる？プラス。この杯にプラスついて出てくんのかな？やってみますか。ほい。ボーナスプラスはプレゼントリストに送られました。なるほど。ボーナス系を特に気にせずともバッチリ突っ込んでリサイクル化で入手したアイテムですっていう風に出るんだね。あ、なるほど、なるほど。ってことは、本当にこう気にしなく突っ込んでもいいんだ。気にしなく突っ込んでもいいのはいいんだけどさ、これオート選択が欲しいな。うん、これオート選択が欲しいですね。ちょっとあとやっぱ、エンジェル系のみをこう適当にバッチリぶっ込んでくれる神機能がついてるとなおいいけれども、まあなるほど、こういう感じになってんだね。ってことで、こちら、はい、これで3万経験値がたまりましたので、杯の方が1個作成されましたと。でこちらの杯の方のアイテムは、いや重い
グラブル重すぎるぞこれ。あ、新規アイテムできてるわ。できてる。で、この杯が1個あると。で、使用します。あ、リサイクル化ってここでできるじゃん。あ、でもこれも変わんないのか。じゃあ、ちょっと実際に使ってみましょうか。3万経験値上昇しますっていう風になってるけど、ここで強化することによって、ボーナス獲得経験値、ボーナス大成功確率っていうのが適用されてるんだ。なるほどね。で、じゃあちょっとこれ使用してみますね、試しに。はい。あ、大成功してる。すごい。あー、でも大成功して1個でこれはすごい美味しいよね。あ、なるほどなー。そういうことか。うん。まあ、リサイクル機能をまとめると便利だけど、まだ足りないね。まだ足りないなというふうに思いました。で、まず一つ目。自動選択がない。ちょっと、まず自動選択でね、ここ自動選択しないともう、選ぶのめんどくさいから手間もやっぱり変わらないじゃないですか。そこがなー、どうしてもちょっと厳しいような印象を受けるんですけど、どうなんですかね。あと、戦火の箱からそのまま直通でぶっ込むっていうことできるのかな？多分それはできるよね。なんか、ここからもしてほしいですよね。リスト選択機能からもここでリサイクルっていうのを入れてさ、ちょっとリサイクルできるようになっといてくんないとないもんね、武器タブでも。っていうのが、ちょっとあれかな。もう選択機能とオート選択機能、やっぱりね、あれですよね、20個だけ突っ込めるっていうのがちょっともうやっぱり古い。まあ、そこら辺をちょっと今後変えていこうと思ってるのかもしれないですけど、1回で100個選択とかできるようにならないと、やっぱりこの根本の問題は解決しなさそうな感じはしましたね。まあ、リサイクル機能、今後に期待かな。うん。まあ、機能自体はいいと思うし、この杯を使って強化っていうのもなかなかいい感じの機能だと思うんだけど、今後に期待。あとやっぱね、ちょっと前に動画に出したんですけれども、こちらのプロフィールの武器のスキル、属性スキル強化っていうのはあるじゃないですか。ちょっとマジで重い。はい。まあ、ここのね、属性強化スキルも多分上がってないと思いますので、まあ、とりあえず今は普通に強化した方が良さそうな気はしましたね。まあ、皆さんもね、リサイクル、まあ、ただ、今後には期待したいんで、要望を送って、僕も要望を送っておこうと思います。ちょっと使いづらいですと、リサイクル機能待望だったんですけど、使いづらいんで何とかしてくださいって僕も、送っていこうと思うんで、まあ、どしどし、皆さんの声っていうのを送っていくと力になると思うんで、どしどし送っていくといいんじゃないかなっていうふうに思いました。つうことで、今後に期待できるリサイクル機能が実装されたよっていうような感じでしたね。ちょっと肩透かしだったな。はい、そんな感じでした。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。